よし、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 よし。前回ちょっと、まあ給料でしたね、はい、給料、体もこいつがなかなか手止めへんもんね。まあそうですね、職長の給料公開しますみたいな感じだけど、まあ、結局単価とか、はい、給料の話だな。僕の給料は公開してないですけどね。結局公開しなかった公開しろよお前。はい、公開しましたね、127万。まあ今日はで、まあその動画が結構反響を呼んで、はい、やっぱお金の話って結構好きなんだということで、今回商売やろうと思っとるんですね。はい、まあ芝屋さんの今個人事業主とか一人でやっとるとか、まあ常用人気でやっとる子たちから、まあこれから独立したいって子たち含めて、はい、芝屋ってじゃあお客さんからいくらもらえるとかさ、一人親方みたいにいくらとかさ、はい、で実際にじゃあどう大体平均的にどれくらいなの。まあでも僕らは上位18っすよ。18、はい、まあ2万とか16とかある。あ、ない、全部一緒。大体、まあ、僕らが行っても一緒だし、まあ、僕らベトナム人送っても一緒だし、うんうん、足早同士の貸し借りはもうその金額っていう、もうそうですね、統一だ。はい、まあ、それがまあなんかどっか行って、まあ、また違う職種だったらまあ2万超えたりとか、うん、まあ、1万4、5000でやったりとか、まあ、建設会社から乗用が出るとか、はい、そうですね。あ、なるほどね。あ、こいつが行くときは大体1万3000円とかしてる給料より少ねえけど俺合わんね言ってたって、お前別にそう PR されてないんだよ。俺みたいな、お前一日頑張ってん低い1、8位ぐらいかもらっとんねん。やらせっぽく喋るんだよ。だから結構そのまんまとんの。はい、まあ、まあ残業手当についてな。そうですね、はい、まあ、実際にじゃあ独立すると、まあ結構始まりの方は結構24、5とか6で独立して、まあ、常用で使ってくださいとかあるじゃん。はい、常用っていうのは1日いくらね、道具も足場材とかも何もなしだよね。トラックもなしだよね。なし、まあ、道具ぐらいですね。体だけで来いよっていうでしょ、はい、でそれが大体まあそんなもんなんだ。まあそんなもんですね大体。まあ、あとはピンキリですよね、まあ、釣り足場で、まあ、早かったら、まあ、その分単価出ときゃ、うん、持ってもらえるところもあれば、うん、普通に戸建てなんか1、8が限界じゃないですか。そういうことな。はい、じゃあ実際に受けとかだとどうなの。足場もらうわけでしょ、建設会社からもらう、まあ、一般の人からもらうともうちょっともらうと思うんだ。俺まあ営業やったもんで分かるけど、大体お客さん、一般のお客さんからはやっぱ平米700円とか、いや600円ぐらい。600円、はい、一般の人からね。一般の戸建て住宅だよね。はい、なんか一時期なんかそれなんか高いとか安いとかだけど、まあ仕様があるじゃない。まあ仕様がありますね。戸建て用の仕様とマンションとか建設会社からだったら逆に大きい物件のあれは全然違う。塗り替え道場が出すから、ね、マンションとかと全然違うんですね。もう1,000何百円、500円とかもう結構でかいんで、だいたいで、まあ、マンションとか大きいやつで塗り替え道場を客出しちゃったってどうですかね。でも1500円ぐらいじゃないですか。1500、1600円とか。あ、まあそれでお前らが何、じゃあ建設会社からもらう単価っていうのは、まあ、もう今触っとんの、職長が。まあ金は触ってない。もう金は触ってない。全然触ってない。まあ、ここ金額触ってないんだ。見積もりは触ってない。触ってないです。誰が見積もりやったの。それ僕がやってます。あ、いいんじゃないと。はい、でそれで大体どれぐらいなの。建設会社ピンキリっすね。建設会社ピンキリっす。あ、まあいくら、まあ、理想はいくら欲しいの。理想、まあでもうちが出してるお客さんぐらいは営業、そう、それぐらいもらえたら、まあまあ物量があるとかだったらちょっと頑張って、まあそうですね、なんとかも相談をしようとか、はい、まあそれはあるかな。そうですね。なんでまあもう笑ってる誰か見られたらまずいなってあの人だあの人とか想像つくんだ。いやピンキリですね。だけどそれはまあ欧米なんかないよ、こっちってこの業界は。ないっすね。もう下げとるぐらいじゃん、定価よりは。だってもう最近なんかもうあれなんですよ、まあ、勝負じゃないけど上もまあどれくらいできるって本音渡さんすよね。あ、まあ僕らだったらもう逆に言ったら、うん、もうこれぐらいどうんすけどこれぐらいできんすかって話はするんですけど、うん、まあもう今の時期だからもう残したら残した方が強いじゃないですか、うん、お金を。だからもうこれまあ1割2割これぐらいでやれりゃいいなって思ってるかもしれんけど、それより下がってきたらそれでありがたいもんで、だから本音は値段差し来るんだ。そうですね、値段差してくるし、まあ、差してこん方が多いですね、逆に言ったら。なるほどね、はい、まあ、今じゃあトラックとかさ、まあ、材料持った価格だけど、まあ、戸建てにしようか。戸建てでもまあ中堅アパートぐらいでもいいんだけど、はい、500平米とかさ、手間受けってあるじゃん。はい、手間受けだとどうなの。実際じゃあさ、もう全然お前しゃひげが抜けるぞお前、そんなにずっとこっちばかさ取ったのお前何実際何、まあ、じゃあ手間だったら500平米のアパートを3階建てだったってますか。手間変わんないですよ、手間受け基本的に。
なんで、まあ、客出しと、まあ、その職人に振る単価ってあるじゃないですか、うん、お客さんからもらう単価に、まあ、材料代として、まあ、2万から3万ぐらいは引いて、戸建てで戸建てで、まあ、本当に簡単な話、まあ、じゃあ10万だとしたら、うん、10万円からじゃあ2、3万引いて、まあ、3万だとしたら7万円、うんうん、7万に対して掛けが 60% のバラシが 40% っていうような形で、ああ、そういうことだな。なるほど。それトラック持ちと、トラック持ちって、うん、で実際ね、まあ、足場組んだらどれぐらいで終わるの？そういうのは戸建てだろ、10万の話。戸建てです。まあ、300平米ぐらい。はい。300平米で、だいたいどれぐらいで終わるの？昼過ぎぐらい。ん？カッコつけんでいいで。昼過ぎぐらいっすカッコつけんでいいで。ここも使ったりだ。昼過ぎも使ったって。まあ、昼過ぎはどうでもいいで。1人なのか、2人なのか、3人。認定だって、お前、職長だろ、もう、お前。職長目指してんちゃうの？出てるぐらい。2人で5人くぐらいですか？1日？はい。で、昼過ぎっていうのはまあ3人ぐらいで、そうですね、3人で昼過ぎ で終わりゃ、まあいいか、はい、まあ1時、2時とかで、解体でどこだ？300平米の、その後に行っていくところです。うん、2で余裕だな。大体じゃあ組バラで何人見てる？まあ、組んでバラし食うじゃん。一応3人で組とかも組バラ回し、バラ回し3、4人戸建てで3、4人っす。大体のリンクディア工数、うん、工数だったら逆に手間受けだったらもうまあ200、300平米ぐらいだったら、じゃあ何人で割るってこと？そうです。まあ3人で組んでバラしてくるってことだよね。はい。ってことはまあ戸建て大体3人ぐらいしかかかってないってことだな。はい。実質は、はい、まあ組んでバラしとかあるもんで、はい、人間数はもっと入ってるけど、はい、3人入って解体も3人入ったら6人入るけど、午後とか午前とかで、まあ、半々分だとして 1.5、1.5 の3人くらいですね。3、4人ぐらい見とって、はい、で手間で言ったらさっき言ったやつ7万ぐらいでした。組み立てが7万円で、まあ普通の、まあ、でかい。そうそう、1人3万ぐらいか。いや、1人なんで、そこから 60% なんで、組み立てだけで。ああ、まあまあ、組バラで3人、組バラで3人で、だいたい2万3000とか2万3300円ぐらい。3万ぐらい。なんで、だって7万8万だろ。2人で3万、ああ、そうか、7万3000円ぐらい。まあ、トラック持ちだよな。なんで2人でやらなきゃ逆に合わんの、手間受けて。あ、組みバラまで、組みバラまで300平米でもトラック代もかかるんで、そこから。で、1次リースで、じゃあ5000から1万かかったとして、5000じゃかけるの？1万何千円な。7万円から1万引いたとしても、まあ、高速代、まあ、ガソリン代と全部まあ親方が持って、で、従業員まあ1万、多分5、6千ぐらい使うわけじゃないですか。よくあの一般の人が言うじゃん、俺もまあ営業やったもんね、よくわかるけど、あの足場が高いとか言うけど、はい、それだってあんだけの資材置き場も管理しなあかんし、はい、資材置き場にも人もいるしな、はい、うん、それはかかるわな。材料もすごい額だもん。その分経費かかってますから。かかっとる気なし、きれいにしなあかんし、うん、実際にさ、じゃあさ、足場って、ね、お前も数字全部触っとるだろ、決算。はい。もう儲かってんの足場は。利益出るのか。まあみんなさ、まあ、まあ手間受けでやっていく子たちが多いかなとは思うもんね、はい。手間受けでやるってなると、どれぐらい最低な、今さっき2人で組バラ行かなかったとか、はい、そうするとどれぐらい利益ですかね。まあ、従業員使って2人でやって、毎日トラック持ちで、まあ、150万、200万ぐらい中古買えるわけ、トラックなのか。で、まあ、5年ぐらい持つ、まあ、150、200ぐらい。5年持つとしたら、まあ、月200万だって40万、4、50万で、40万、もろもろの経費入れて、まあ、トラックだけでも月10万はかかるな、保険だ、ガソリンだ。そうですね。そうすると大体2人でどれぐらいやったらどれぐらい稼げるんだね。手間受けにもよる。まあ、毎日掛け払いったとしたら、まあ、単純計算7万円の182万じゃないですか。26日で掛け払って10万円で182万円に対して、じゃあトラック代で10万円で、まあ、50万渡したとしてはお前商品でなんだかんだで、まあ、自分の手元に残るのが100万ぐらいです。ああ、でもいや、トラック代50万引いた？引いてないです。50万円。ああ、トラックと、まあ、10万。で、まあ、大体それぐらいになるんだ。手元から2人で行けや。手元に100万ぐらい残ってると思う。まあ、でも税金がなんだよな。税金はなんか、まあ、会社、事務所の家賃とかもあるもん、はい、まあ、事務所とかなけや、まあ、7、80、まあ、100万ぐらいは稼げるんちゃうって感じ。脱税したらもっと。まあ、ちょっと勉強になったでしょうか。はい。なんか、モニャモニャっと終わっちゃったけど、もやもやって待ってます。ちょっと全部取り直し、テイク2。テイク2、はい。お疲れです。はい、ちょっと、まあちょっと感じはつかめたんかな、足場屋さん、はい。まあでもね、結構多いよな。2、3年で独立する子も多いよな。多いっすね。どっちかどっかは別だけど、まあちっちゃいところでやっとるぐらいやったら独立しても一つプラスだよな。まあそうですね。親方も良くない。
仲間もつまらん、はい、の 1,2 年で戸建てとかちゃんと回れるようになったら独立してから覚えやいもんな仕事は、はい、どっちがどっかは給料も上がらんじゃんちっちゃいと思って、はい、だったらまあ独立も一つの手なのかなとは思います、はい、じゃあ夏休み企画ちょっと手抜きますがまたチャンネル登録といいねよろしくお願いします。またねー、また見て。